からは今5枚の方ですから、はい、からは5枚の方ですね、あります。さあ、これは4分間のレースになりますのでね。さあ、それでは行きます。シグナルに注意してください。さあ、オープニングラップ、カーナンバー1番がさあ、先頭で入ってきて向井悦子選手、そして2番手にカーナンバー、さあ、この2番朝倉選手、3番手鈴木選手といったオーダー。さあ、4分間で争われる決勝、さあ、こちら決勝2名、この後上位1名がこの後の決勝新年へ立ち上がり、さあ、トップはカーナンバー1番の向井悦子選手、そして2番手朝倉選手、3番手選手のオーダー。レースタイムは1分を経過、クリップがギリギリするぐらい量が多いので、これで止めます。止めても取ってない、取ってない。さあ、現在トップはカーナンバー1番の向井選手、そして2番手朝倉選手、3番手菊池選手のオーダさあ、時間の方は残り2分、ちょうど折り返し2分を経過したところ、トップからカーナンバー1番の向井選手、そしてサード周回カーナンバー2番の朝倉選手がお展開、3番手にはカーナンバー3番の選手、車検です。車検コーナーの方に車をお持ちください。
お母さんすみません。